人気グループ、嵐の桜井翔、35、が、19日、キャスターを務める日本テレビ系、NEWS、ZERO、に、出演し、ジャニーズ事務所と契約を、終了することを発表した元 SMPA の、稲垣吾郎、43、草薙剛、42、香取慎吾、40、への、心境を語った。番組で3人の契約終了について、報じた VTR 後、桜井は、およそ1年半、たくさんの報道がある中で、ファンの皆さんも様々な思いを、持たれていたのでは、と思います。と SMAP ファンを、思いやり、私が初めて SMAP の、皆さんの後ろで踊らせていただいたのが、中学2年生の時、そして初めてドラマで共演させていただいた先輩というのが、香取さんでした。いずれもお会いするたびに皆さんの、オーラに圧倒されたのをよく、覚えています、と振り返った。続けて、事務所から離れるということですけど、自分にとって今まではもちろん、これからもずっと大切な先輩であることに、変わりはありませんので、その背中を追い続けていきたいと、思います、とコメントした。同日、TOKIO の山口達也、45、は、日本テレビ系、ZIP、で、メンバー内で話ができたのか、事務所と話ができたのか、細かいこともわかりませんけれども、3人が決めたことならそうするしかない、と、理解を示し、9月まではジャニーズの、先輩として頑張ってほしいですね、と、呼びかけ。また、TOKIO の国部太一、42、も、ジュニア時代も含め一緒にやってきた、そんな思いもありますし、解散したりその前に森、勝陽、くんが、抜けたりありましたけど、どこへ行っても先輩というのは、変わらない、その6人に、刺激を受けて僕は、こうやって仕事ができているので、これからも稲垣さん、草薙さん、香取さんからたくさんの刺激を、受けたいなと思います、とコメントした。